どうしてフルコンって名前なんですか？いいご質問ですね。こちら。そちら、ご質問に答えさせていただきますと、もともと僕はネバーエンディングストーリーのファルコンに似てるという噂からファルコンっていうあだ名をつけられたんですけど、あのおじいちゃんみたいなやつね、嬉しくはないんですけど、うん、で今はしかも似てなくて、なんかファルコンってファルコンじゃなくなったよなとか言われるんですけど、まあそれは置いといて、もともとファルコンなんですけど、初めてゲーム実況をしたのがドラクエで、ドラクエって名前4文字しか入らないじゃないですか。なのでフルコンって入れたところからフルコンになったんですね。非常にゲーム実況者らしい、名前でいいと思いませんか？なので別に音ゲーのフルコンとか全然関係ないです。はい。千尋さんありがとうございます。どうもありがとうございます。いや、ほんまにありがとうございます。だからバンドメンバーのゆげぽ、僕ワクワクバンドっていうバンドをやってまして、さとちさんもありがとうございます。ありがとうございます。ワクワクバンドっていうバンドやってまして、ドラム叩いてるんですけど、ボーカルのゆげぽは、幼なじみなんですよ。僕ね、ずっとほんまに幼稚園の時からの幼なじみで、集団登校してた幼なじみなんですけれども、ね、よかったらゆげぽのチャンネルも登録お願いしますね。なのでゆげぽは俺のことをファルコンさんって呼びますね。今は最近は古ニキとか慣れたけどなんですけど、なんか最初ニコニコで活動してた時はファルコンさんとか言ってた感じですね。そうなんですよ。アイコンの話、アイコンね、僕のアイコンね、これね、だいぶ前に湯豆腐宛てになんか粘土で湯豆腐のメンバーのなんかね、作ってみましたっていう写真をいただいたんですよ。チーム湯豆腐宛てのイラストコーナーで。それですね。はい。ああ。くしゃみが独特。そうなんですよ。なんかね、これもともと配信中とか実況撮ってる時にくしゃみが出た時に抑えようと思ってクシュンみたいなくしゃみになってたんですよ。でその癖のまんま、なんかくしゃみその癖のまんま、大胆にくしゃみをするようになった結果わ音程そのまんまで爆音のくしゃみをするようになってしまったというね。そういう感じですね。なんか鬼のかわし方よう分かれへんな。さあパークは